コンスタンティン・ニコライビチ・リアードフ1871年12月19日は、帝政ロシア時代の指揮者、作曲家、バイオリニスト、作曲家、音楽教師として、有名なアナトーリー・リアードフの父親、サンクト・ペテルブルクに生まれる。父、ニコライ・リアードフは、ペテルブルクフィルハーモニー協会の指揮者であり、兄、アレクサンドル・リアードフもバレエ指揮者、作曲家として、 提出劇場で活躍している。ペテルブルク演劇学校で音楽理論をカルロソリバに学び、卒業後は提出劇場で初めはバイオリニストとして、1850年からは指揮者として活動した。1860年、落成したマリーンスキー劇場の初代主席指揮者に就任し、多くのロシアオペラの初演を果たしている。1868年に病を得て、翌年、 主席指揮者の地位をエドワルド・ナープラブニークに譲り渡した。職を辞した後、サンクト・ペテルブルクで没している。指揮活動と並行して、1862年からはサンクト・ペテルブルク音楽院で音楽理論の教授に携わり、また作曲家としても有能であると評されていた。父親について幼少時から歌劇場を自由に出入りしていた息子の穴通りは、 歌劇場関係者がコンスタンティンの音楽活動25周年を記念して設立した奨学金によりサンクトペテルブルク音楽院への入学を許可されている。没年については参考文献の内バイアグラフクルディクショナリー・オブ・ロシアン、ソビエト・コンポーザーズでは1868年とされている。また初行執筆時点においてロシア語版では 本記事では1871年としているものの、曖昧さ回避ではやはり1868年となっている。病気のため職を辞した年との混同化。青年の遺説は、参考文献、バイアグラフクルディクショナリー・オブ・ロシアン、ソビエト・コンポーザーズの記述による。参考文献ロシア音楽史 2P77 から79。ありがとうございます。